はぁ、厳しい。はぁ、もうネットフリックスとかにするか。やべ、こんな時間だ。やんなきゃ。まあ月末だからいらないサブスクちょっと選別するか。アドビとあれと、お、これかかってる金額やばいかも。どうも、ケイスケです。世はまさに大サブスク時代ということでですね、僕もですね、いろんなサブスクリプション、まあ月額とか年額のね、課金サービスに課金しております。まあ毎月いろんなものとかもう単発単発で買ってるのに、サブスクリプションでいろんなものにも課金して、本当にお金めっちゃ減ってきますよね。で、サブスクとかって本当定期的に見返さないと、なんかもう使ってないのに入っちゃったりとかするんですよね。ってことで、先月ついに久々にもう1年ぶりくらいかな、サブスク見直しまして、いろんなサブスクサービス解約しました。で、残った厳選のもの、それでもね、多分10個以上あんのよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17、 めっちゃあるやんはい、あるんですけども、今回はまあ厳選したということでですね、僕のお気に入りのサブスクサービス、まあ、これはこういう風に仕事に活用してるよとか、これは仕事ではないんだけども本当にこう QOL というか、本当に自分の生活に合ってよかったなと思うサブスクリプションのサービスもご紹介していくので、ぜひですね、最後まで見てってくれると嬉しいなと思います。気になったものはぜひ概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。ケイスケの動画、はい、で、いろいろ書いてあるんですが、もう順不動で言っていいですか。8割方ウェブサービスだな。じゃあちょっと端っこから、もう書いていった順なので端っこから言っちゃいますが、まず一つ、お肉ですまさかのお肉なんですけども、僕ですね、月に1回お肉の定期便をお願いしています。まあ、もともとは希少さんっていうね、まあお友達というか仲良くさせてもらっている、なんていうの、お肉屋さんがいてですね、まあ大阪の方に住んでらっしゃるんですけど、結構本当にそのお肉はクオリティ高くて、僕もハマって月1万円ぐらいでね、1キロぐらいかな、合計お肉を送ってくれるんですよ。もう本当に美味しくて、これのおかげで僕は結構家で自炊できてるというか、って感じなんですよね。で、大体1万円で買って2人で食べても5食分とかかな、あるんで、意外と1食2000円とか、まあ言っても2500円、まあもうちょいね、他の食材買うとしてもそんぐらいで済むよっていう風に考えると、意外とリーズナブルで、で、本当にめちゃめちゃうまいんですよね。こうやってすき焼きをしたりとかですね、まあ僕はハンバーグを作ったりとか、まあひき肉をちょっと肉味噌みたいな感じでね、したりとか、いろんな調理法を試してあるんですけども、本当に美味しくてですね、で、割とこうやって美味しいお肉を定期的に食べるっていう経験をね、今まであんまりしてなかったんで、割と新感覚だなと思っています。まあもちろんね、最初は友達のサービスだからやってみようみたいな感じあったんですけども、今はいや、やりたいやりたい、ちょっと欲しいですみたいな感じになっちゃうぐらいね、結構いいサービスだと思っているので、まあ本当に自炊ちょっともうちょいやってみたいよとか、まあ家で過ごす時間も増えてると思いますので、その中でちょっといいお肉食べてみたいなっていう方はぜひね、やってみてほしいなと思います。毎月ね、来るお肉は違うので、そういうね、楽しみ方もできるっていうのもいいなと思いました。ということで、17個もあるからサクサクいかないといけないんで、1つ目のサブスクリプションはお肉でした。まさかのお肉から。お次、2つ目、もうクリエイターのインフラ、アドビですね。アドビにはもう課金をしております。まあライトルームだったりフォトショップだったり、普段からやっぱその2つはどうしても使うので、もう欠かせないかなと思っています。まああとは動画編集ソフトのプレミアプロとか、まあイラストレーターとか、そういう系のもう本当に、まあクリエイターにとってはインフラと言ってもいいくらいのね、サービスがいっぱい充実してて、結局アドビを使い続けちゃっています。どうしても僕フルプランなんで、月だと6000ちょっとかな、かかってるはずなんですよね。で、どうにかアドビから抜け出したいなと思った時もあったんですけども、結構抜け出そうと思ったタイミングでおもろい機能がいっぱい追加されたりして、例えばライトルームだったら、AI ノイズ除去ってね、前紹介したと思うんですけども、 AI が綺麗にノイズ除去してくれるよという機能だったりとか、あとは最近プレミアが文字で動画編集できるみたいな機能とかも追加したりしてて、なんか結局アドビに戻ってきちゃうみたいな
感じになってて、もう僕はね諦めて月額課金しております。まあもちろんいくつか安くね契約する方法とかもあったりするんですけども、まあクリエイターやってらっしゃる方、動画クリエイター、写真クリエイター、いろんなクリエイターの方はもうね正直アドビは必須だと思いますので、まあもうその辺はね言わずもがなかなと思います。本当ねライトルームとか素晴らしいね機能とか搭載しているので、ぜひ使ったことない方とかはライトルームとか使って写真のレタッチとかしてみてください。ということでサブスクリプション2つ目はアドビです。そして3つ目、こちらも人生のインフラ、アマゾンです。アマゾンプライム会員には入っております。もうね絶対に入った方がいいと思ってる。これはてかこの動画見てくださってる方で入ってない人っているのかなっていうレベルで多分有名というか、あのみんな入ってるくらいのね、まあサービスなんじゃないかなと思うんですけども、今プライム会員いくらなんだろう。アマゾンプライム会員だと、あ安くない？アマゾンプライム会員って年額4900円、まあ月額だと500円かとかなんですよね。で、4900円、年額で払うと4900円なんで、月額に換算すると400円ちょっとかなと思うんですけども、450円とかだと思うんですけども、それ以上の価値が絶対あると思っています。まあ僕が特に使っているところで言うと、やっぱ Amazon よく使うので、Amazon プライムの商品だともう本当に即日とか次の日来るよというのだったりとか、あと使っているので言うとプライムビデオ、プライムミュージックとか、そういうのであのビデオとかミュージックもここで聴けたりします。まあ、あとは定期的なセール、アマゾンだとプライムデーとか、ブラックマンデーとかいろんな、ね、セールが定期的にやってるんですけども、そういうセールって基本的にはプライム会員対象なんで、そういうセールに参加できるっていうのもいいなと思っています。僕はもう本当に買うものの8割とかかな、まあ、少なくとも半分以上はアマゾンで買ってるので、めちゃくちゃこのアマゾンプライム会員は活用してます。まあ、めちゃめちゃ安い上に僕は全人類必須だと思っているんで、あのもし契約してない方はぜひですねアマゾンプライム会員入ってみてほしいなと思います。まあ、あのアマゾンメインで使ってないっていう人はね別のサービスとかの方がいいかもしれないんですけども、まあ、アマゾンよく使うよって人でプライム会員入ってなかったらね、ぜひあの入ってみてください。ということで3つ目がアマゾンプライム会員でした。でそしてですね、僕音楽サービスをいろいろ契約してるんで、1,2,3個なんで4,5,6個目を同時に紹介しちゃいます。まあ、僕が加入している、動画で使える音楽サービスですね、がエピデミックサウンド、アートリスト、ミュージックベッド、この3つです。この3つを多く活用してます。で、まあ、それぞれ紹介するんですけども、まあ8割か9割はエピデミックサウンドを使っています。で、残りの2割ぐらいで、ミュージックベッドとアートリストを使っていて、どういう風に分けてるかっていうとですね、まあ、まずエピデミックサウンド、普段の音楽、この動画に流れてる音楽とかも全部エピデミックサウンドです。なんで僕がエピデミックサウンドを使ってるかっていうと、シンプルに曲数が多いのといい曲が多いんですよ。なので使い慣れると一番多分僕はいいんじゃないかなと思っていて、まあ、本当にあのいろんな Vlog とかもそうだし、普段の動画は全部エピデミックサウンドを使って作っています。本当ねクオリティの高い音楽も多いので、僕はまあ一旦これ加入しといてもいいんじゃないかなと思ってるんですが、エピデミックサウンドかなりおすすめですね。で続いてアートリストなんですけども、これはあの僕エピデミックサウンドはYouTube、 僕の YouTube 内で使う音楽を契約してるんですね。なのでお仕事でいただいた時にですね、エピデミックサウンドは僕は使えないんですよ。っていうことであのアートリストを使っています。それはもう本当にお仕事用だったりとか、あとはどうしてもエピデミックサウンドであの見当たらないというか毛色を変えたいなっていう時にアートリストを使うようにしています。でこの話をするとアートリスト一本化した方がいいんじゃないとか言われたりするんですけども、アートリストはですねあの曲いいんですけども、ほんと被るんですよ。めちゃめちゃうわこれ聞き覚えあるなっていうね音楽とかもたくさんあるので、なので割と頻度高く使っちゃうと、こうなんだろう、バリエーションがあんまり出なくなっちゃうんですよね。なのでやっぱ普段の音楽としてはエピデミックサウンド使って、お仕事の時だけアートリスト使うというような形が一番いいかなと思って僕はそういう運用をしてます。じゃあ最後のミュージックベッドはなんやねっていう話で言うと、ミュージックベッドは一番ね音楽のクオリティ高いんですよ。あのその2つと比べても僕はね音楽のクオリティだけで言ったらクオリティの高い音楽は多いなと思うんですけども、まあ、ただこのミュージックベッドも曲数がそんなに多くなかったりとか、あとは YouTube に上げると1回警告来るんですよ。それがちょっとねめんどくさくて、僕は普段の動画はエピデミックサウンドを使うようにしています。ただあの作品というか、自分のシネマティック Vlog とかには、こういうミュージックベッドの曲も使ってますので、やっぱクオリティを一段上げたい時にはこのミュージックベッドおすすめかなと思います。っていう感じで音楽の素材サイトは3つ使い分けております。サブスク4,5,6個目がエピデミックサウンド、アードリスト、ミュージックベッドでした。ケイスケの動画
続いて7つ目サブスクサービス、オンラインサロン入っております。オンラインサロン今入ってるので言うとウーム東京っていうやつと、あとなんだろうな、あとビジョンズっていう2つに入っています。これまとめて1つでカウントしちゃってますね。まあ、ウーム東京は大畑さんがやってる映像系のねオンラインサロンで、もう本当に CM でこういう機材こうやって使ってるとか、本当現場のね本格的なことを知れるので、まあ、本当ねウーム東京入ってよかったなと思っていますし、あとビジョンズですね。ビジョンズはバード&インセクトっていうね、会社、まあ、映像制作会社かながやってるオンラインサロンなんですけども、本当は月に1回ぐらいみんなで撮影に行ったりとかして、もうちょっとレベルアップしようよみたいな、写真とか動画レベルアップしてこうよっていう、まあ、オンラインサロンなんですけども、どっちもですね僕はあんまり参加できてませんね、はい、最近ちょっとね忙しくてバタバタしちゃって全然参加できないんですけども、参加したいなと思っております。どっちもね参加したことはあって結構ためにはなるんですけども、まあ、オンラインコミュニティオンラインサロンって本当ね基本的には自分がどう動くかで得られるものっていうのが変わってくるので、そういうね自分から行動できないっていう人はあんまりね入る価値ないかもしれないんですけども、反対に情報を自分から得ようとすれば結構ねいろんなものを受け取れると思いますので、ぜひですねあのオンラインのコミュニティ入ってみてほしいなと思います。僕のね運営してる屋根裏も結構今160、70ぐらいいるのかな、160ぐらいかいると思うんですけども、本当に毎週のようにみんなで遊びに行ったりとか、してるぐらい、まあ、仲のいいオンラインコミュニティですので、ぜひ気になれば入ってみてほしいなと思います。ということで僕の入ってるサブスク7つ目、もう分かんなくなっちゃった、7つ目が、オンラインサロンでした。3、4、5、6、7、全然終わんないかも、サクサクいってきますね。はい、次8つ目がエンバトエレメントです。こちらのねエンバトエレメント素材サイトでですね、まあこちらで今映像の素材だったり音楽だったり、あとはイラストレーションの素材だったりとか動画のプラグインとかも購入することができます。年間だと3万ぐらいかななんですけども、結構いろんな素材がたんまりあるので、まあ、僕はイラストの素材とか取得して、でそれをあのサムネイルとかにね入れたりもしています。割と使い勝手がいいというかクオリティが高いんで、意外とデザインとかやってる方はこのねエンバトエレメントを知ってると思いますので、まあ本当に一段クオリティを上げたいよっていう時に、あこの素材ないかなって検索してみると意外とあるみたいな感じで使えますので、ぜひこの素材サイトも使ってみてください。ということで8つ目はエンバトエレメントでした。サクサクいくよ。次9つ目がズームですね。ズーム会議課金しています。もうこれは言わずもがなだと思うんですけども、課金すると時間制限がなくなるという感じなんで、まあ、僕は自分のオンラインコミュニティとかでも、ズームを使うので、こうやってね、このズームは課金するようにしています。だいたい月2000円ぐらいかな、仕事に必要なのでもう使ってるという感じになります。9つ目はズームでした。で10個目、これもね仕事、僕にとっては仕事道具なんですけども、キャプチャーワンというサービス契約しています。これもあのさっき紹介した Adobe の Lightroom っていうのと、まあ、似たようなレタッチ用のソフトなんですけども、まあ、キャプチャーワンの方がコントラスト強めに綺麗に色が出るっていう感じかなっていう感じの現像ソフトで、プラスしてスタジオとかで撮影するときにカメラとパソコンをつなぎながらカメラでこう撮影したら、そのデータがすぐにパソコンで見れるみたいな、状態にすることをテザー撮影っていうんですけども、そのテザー撮影がめちゃめちゃシームレスでやりやすいよっていうのがこのねキャプチャーワンの特徴になっていて、なのでそういったテザー撮影、まあお仕事で受けるときもたまにあるので、まあそういう時にも使えるってことでこのねキャプチャーワンは使うようにしています。あのキャプチャーワン自体はサブスクのプランと、あとはもうまとめて買い切りみたいなプランがあるんですけども、まあ、僕の場合はもうそろそろ買い切りでもいいかな。サブスクだと自動でねアップデートができたりするんですけども、まあ、とはいえ最近はね機能も充実してるんで買い切りでもいいかなと思ったりしています。ということで、10個目はキャプチャーワンでした。次11個目もう欠かせないペーストというアプリに課金しています。これね年額1000円ぐらいの紙アプリなんですけども、まあ、主に MacOS で使えるアプリになってて、まあ、僕だったら MacBook Pro とかに入れて使っています。どういうものかというと、コピペってあるじゃないですか、コピーしてコピーしたものを貼り付けるペーストみたいな、いうのができるのをコピペって言うんですけども、そのコピーしたものっていうのをこう履歴で貯めておけるんですよ。例えばデフォルトの状態だと普通に1回コピーしたら前の履歴っていうのは全部消えちゃうと思うんですけども、ペーストっていうのは例えば10回コピーを押したとしたらその10個分全部履歴が残ってるんですね。でしかもそれをフォルダ分けしておけば一生残しておけるんですね。で僕はそれを動画編集に使ってて、ファイナルカットプロとの相性がいいんで、テロップとかそういうものを全部このペーストっていうのにバーって保存しておいて、もう本当にコピペするだけで、テロップ入れが終わるみたいな
感じで作っています。もちろん文字を変更したりするのは必要なんですけども、それ以外の部分に関してはかなりねサクサクっと終わってくれるので、もうこのペーストっていうのは僕はもう本当に必需品だなと思っています。まあ、特にファイナルカットプロで編集する人とかはこのペーストを使ってみてください。ということで11個目はこのペーストというアプリでした。次12個目は Google ワークスペースです。 Google ワークスペースはまあ法人用みたいな感じの、なんだろうな、ちょっとした課金の Google ドライブみたいなやつなんですけども、これはもう容量を増やしてるだけです。僕結構ね、データの共有とかを Google ドライブ使ってやっているので、これはもう課金してるって感じになります。 Google ホットとかもね結構僕は使い勝手が良くて使っているので、そういう容量を増やしたいよっていう人はまあGoogle ワークスペースだと法人になっちゃうのか、普通のね、Google の課金とか試してみてください。ということで12個目はあの Google ワークスペースでした。もうサクサクの紹介でした。次13個目が、Netflix です。もう Netflix は言わずもがなんだと思うんですけども、本当にいろんな新しいトレンドのね映像が見れたりするので、僕は気に入って使っています。最近だと今やってるドラマのペンディングトレインっていうねドラマがあって、それも Netflix で見れるようになってるんで、僕はそれも楽しみにしてますね。まあ、あとは海外の映像とかも見れたりするので、英語の勉強最近してるんですけども、英語の勉強のためにアートオブデザインとかかな、アートのことを本当に海外の人が全部紹介するみたいな、取材していくみたいなドキュメンタリーみたいなやつなんですけども、そのアートオブデザインとかも好んで見ていますので、なんか逆にネットフリックスのおすすめとかあれば教えてください。ということで13個目はネットフリックスでした。ケイスケの動画。お次14個目、YouTube プレミアムです。 YouTube プレミアムはもう本当に僕にとってはマストなものだと思っていて、まあ広告がなくなるっていうのもそうなんですけども、バックグラウンド再生ですね。まあスマートフォンを閉じてる時というか、アプリを閉じてる時でもそのね音楽だったりとかちっちゃい画面で、YouTube を見れたりするっていうのがめちゃくちゃ便利で、僕は重宝しています。最近はあのアドブロッカーみたいなね、のもあったりするらしいんですけども、それももう YouTube 側で逆にブロックされるみたいな仕様になりつつあるので、もうおとなしく YouTube プレミアム課金してくれた方がいいかなと思ったりしています。まあ、あの広告はね僕らこう YouTube やってる側としてはもう生活のね種になるので、あのぜひですね広告見てほしいというか、広告見ないんであれば YouTube プレミアムにしてほしいなと思ったりしてます。ということで14個目は、YouTube プレミアムでした。あと3つプラスアルファ、ごめんなさい4つになりました。あと4つなんで最初に言った17個より多いね。次が Twitter ブルーです。これは Twitter の課金サービスですね。月額980円ぐらいで課金していて、で Twitter ブルー入ってる理由としては、あのツイートを多くしたいとき、ツイートを140文字以上やりたいときに、ツイッターブルーに課金してるとできたりとか、あとはですね、ツイッターを投稿してから30分以内は、投稿を編集できたりするので、その辺がね、便利だなと思って僕はツイッターブルー活用しています。まあ普通の一般の方にはあんまね、必要ない機能だと思うんですけども、インフルエンサーの方とかは、ツイッターブルー活用してみてもいいんじゃないかなと思います。で、サクサクいかないと終わらないから、はい、次行くよ。で、次がジャンプです。ジャンププラス。僕は毎週ジャンププラスを読んでおります。ちょうどねこの収録をしている日も月曜日なんですけども、月曜日がジャンプの大体更新日でですね、呪術廻戦とかヒロアカとか、もういろんないい漫画が今ねジャンプには揃ってますので、そういうのを毎週ねこうじっくり見るのが意外とね楽しみだったりします。月曜になる12時ぴったりから見れるんで、一番最速で見れるはずなんですよ。あとはバックナンバーとかもねサクサク見れるので、そういった点も含めてジャンププラス入っててよかったなと思っております。ジャンプ好きはねぜひ語り合いましょう。で最後2つです。最後2つのうち1つは、Spotify です。音楽サービス、僕はね Spotify、まあ、結局ね音楽サービスいろいろある中で僕は Spotify を使っています。 Spotify いいのはプレイリストだったりとかレコメンドみたいなところが結構充実していて、なんか新しい曲知りたいなっていう時に新曲プレイリストみたいなのを見ておけば、まあ新しいトレンドに追いつけたりしますので、まあそういった意味で結構 Spotify 使ってるかな。あとは僕のこう趣味に似た人の音楽とかを結構レコメンドしてくれたりするんで、そういった意味でもSpotify の方が僕には合ってるかなと思います。ちょっとね他の音楽配信サービスはあんまり使ったことないんですけども、今のところ Spotify の使い勝手がいいのでこのまま使い続けようと思っております。そして最後のサブスク一つがボクシングです。はい、ジム関連、最近ね
ちょっと飲み会が多くて太ってきまして、太らないようにボクシングに行っています。ノアボクシングっていうサービスで、まあ僕のオフィスの近くだったりとか、恵比寿とかにもこう支店があって、ちょいちょいこうボクシングに参加したりしています。夏までに痩せたいぞと、ね、海とか行くじゃないですか。その時に腹筋割りたいぞと思って今頑張って週2ぐらいで行っております。夏ぐらいになって見返してみてね、あ、ケイスケさん痩せてると思ったら、あ、ボクシングのおかげなんだなと思ってくれると嬉しいなと思います。ということで、サブスクリプション最後の一つがボクシングとなりました。ケイスケの動画、はい、ということでサブスクいろいろ紹介してきましたが、いかがでしょうか。これ月額だとどんぐらいあったんだろう、ちょっと計算してみよう。はい、出ました。まあ年額で払ってるものもあるので、それをね、月額に算出してなんですけども、約 4.5 万ぐらい使っています。セグニート4万7千ぐらいかな、5万近くは月額で使ってると。たまらんねこんなに使ったらお金たまっていかないよね。まあ、でもここで紹介したものは結構僕の仕事にも関わってくるものだと思いますので、なんかもしね、いいなと思ったものがあればぜひですね、課金してみてほしいなと思います。プラスして、もしこういうおすすめのサービスあるよというものがあれば、皆さんのもぜひねコメントで教えてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。長くなっちゃったね。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、アフタートークと言いつつですね、僕1個紹介し忘れてる気がするんだよな。最近まあ英語のサブスクでデュオリンゴっていうのをちょっと始めたりとか、あとはまあナインティーイングリッシュはもう買い切りかで払っちゃったりとかしてるのと、英語系は、あ、でもそんなもんか。またちょっと迷ってるので言うと、ノーションですね。ノーションも最近僕は活用してるんで、やや迷っています。ほんとね、みんなのおすすめ教えてほしい。これ以上課金したくないけどね。